わらわにとって普遍も一種の美、はあ、じゃが俗世とはいつまでも変わらぬまま続くものではない。ツミー、オイラたちやったぞ。はい、あなたたちの成果は私も確認しています。確かに3つの塔の処理が全て完了したようですね。塩化の宮の環境も回復し始めたため、負傷者と兵士たちも撤退を早めています。ほとんどの方はすでに避難済みのようです。ただ少々予想外なことも起きています。2人とも私についてきてくれませんか？
や。お、大日神輿の中に暗闇が。本来であれば今頃塩化の宮は全て元通りになっているはずでした。ただ残念なことに今は最も危険な場所へと変わり果てています。なぜこうなったのか、そしてどうしたらいいのか、私にも分かりません。しかし黒幕がどこにいるかだけはお二人に伝えられます。こうなってしまった以上、黒幕と対峙し計画を全て吐かせる以外に方法はないでしょう。どうやって黒幕を見つけたんだ？私は黒霧の流れをずっと観察してきました。異常があった場合、すぐにわかります。これまで黒霧を引き寄せ続ける微弱な渦がありました。他の者がアビスの力を必要とするとき、かすかな流れを起こすのでしょう。あれはとても危険な存在です。ただのビシャップとは比べ物にならない力を持っています。そう言っていただけて助かります。ではあなたにお任せします。私の推測では、彼は図書館の近くにいるはずです。暗闇の中でも突き進み、霧を払って俺の目の前に現れるとは。そんなことが可能なのはお前くらいしかいないと思っていたよ。だがまさか奴らと手を組むとはな。また喋りながら時間を稼ぐつもりだな。そうか、お前たちは本当に知らないようだ。この俺を見て頭に血が昇るのもわかる。ここにたどり着くまで長いこと駆け回ってきたんだろう。だというのにまだそんな体力が残っているとは、さすがに厄介だ。軽く体を動かすとしよう。俺の言葉に
耳を貸したくなるまでな。見切りました。ソーランド行こ。雪を前、桜吹雪。はっ。はっ。せいに、ご助力を。あれ狂いなさい。よっ。行きましょう。はっ。よっ、踊りなさい。よっ。逃げ道はあります。はっ。はっ。はっ。行きましょう。はい。ソーランド行こい。怪人は、待て、終わりだ。これ以上やったら死ぬぞ。俺が。あの女、瞳孔が細く長い女は自分のことを何と言っていた？え？どうしてお前がそのことを知ってるんだ？その女の名前を言ってみろ。自分のことを罪って言ってたぞ。トカゲの分際で人間の真似をしやがるとはな。お前も分かっているだろう。深海ビシャップは賢く進化が早い種であることを。そして千年も前からとある言い伝えがある。それがビシャップマンに関する伝説だ。その昔、塩化の宮にはこのような伝説があった。深海ビシャップは迫害を受け、生き延びるために新たな進化を始めた。勝者の姿形を真似するようになったと。やがて瞳孔を除けば人間と全く区別のつかない種族、ビシャップマンが現れた。その者たちは塩化の宮に入り、人間の居場所を奪ったとされている。どうだ、心当たりがあるだろう。罪の瞳孔も縦長だったって言ってたよな。日差しが強いところではトカゲの瞳孔は細長い縦状になる。まさにあいつがお前らを裏切った証拠と言えるだろう。でもずっとオイラたちを助けてくれたぞ。あいつは俺へ復讐するためにお前たちを利用しただけに過ぎない。何せ俺もあいつらを裏切ったからな。俺はかつてビシャップと同盟を結んでいたことがある。奴らの目的は精鋭を大日神輿へと送り、囚われている同族を救うこと。
その目的を果たしてやるため、俺は塩化の宮全体を黒霧で覆ってやった。その見返りとして俺たちアビス教団が手にしたのが領地を通る許可だ。それから奴らは三つの塔の改造のため俺に力を貸した。しかし奴らは予期していなかったのだろう。アビスの黒霧が元素生物にとって恐ろしい猛毒であるというのは。だからビシャップたちは裏切られたと思ってるのか。ああ、俺自身も裏切りだと認めている。ビシャップがアビスの力を受けてなお飛び跳ねているなど、アビス教団にとって恥ずべきことだからな。お前、今の状況を説明してやろう。あの女はお前たちを利用するだけ利用した後、手のひらを返すはずだ。大日神輿で三号宇宙を抑え込み、暗闇を作り出してビシャップを擁護するだろう。今頃は深いところに潜り、囚われた仲間を救出する準備をしているんじゃないか。そして決死サンゴの源は断たれることになる。深海ビシャップたちはかわいそうだけど、でも和田積島の未来を守りたいと思うのなら急いだ方がいいだろうな。俺が残しておいた装置で光の道を導き、大日神輿の暗闇を払うといい。お前の話はもう信用しないぞ。そうか、だが他に選択の余地はあるのか。どのみち今回俺には何の収穫もない。だがそんなことはどうでもいいことだ。俺は教団の中でも早くに過ぎないからな。殿下のそばをうろちょろしてる奴らとは違って、俺はいつだってどうでもいいことにこだわる。さて、時間稼ぎはこれで十分だ。もう会うこともないだろう。俺は先に失礼させてもらうぞ。それとこれは以前大日神輿で手に入れたものだ。選別としてお前にくれてやる。これってココミがくれたものとセットなんじゃ。ってそんなこと気にしてる場合じゃなかった。また逃げられた。もうムカつくな。たとえあいつの言うことに筋が通っていても、そう簡単に信じない方がいいはずだ。まずは罪に話を聞いてみよう。
早くわらわにも見せてくれぬか。何か面白いものはあったか？うむ、早くわらわにも見せてくれぬか。あいつが言ってた装置ってあれだよな。でも手が届きそうにないぞ。
これだけとは。何か面白いものはあったか？あの装置で間違いないよな。さて、これだけとは。よっ、これだけとは。よっ、
何か面白いものはあったか？うん。さて、呪言直ソーランの憩い、海のちぎりよ。安全距離確認、吸引テスト開始。花火に行くに、何か面白いものはあったか？立立奮振動の権限、安全距離確認、呪言直立量無双の風シミュレーター吸引です、はっ、ご安心を、はっ、はっ、これが冒険の楽しいところですね。呪言あれ
狂いなさい。ソーランの憩い、はっ、せい、やっ、ふっ、は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 っ、内向いと美しき感じ。さわやー、花火に行くね。おっと、はっ、これだけとは。よろしくお願い。何か面白いものはあったか？これだけとは。これで第二次みこしへの道は再び開かれた。早く下に行ってみよう。
戻られたのですね。どうですか？救出は成功しましたか？幼いビシャップはもう助けたぞ。でも年を取って弱ってたビシャップはオイラたちが精鋭を倒した後に水の中に隠れちゃったから、スミ、お前本当にビシャップなのか？余計な説明をする気はありません。私はあなたたちと会話できますが、これで理解しました。人とのつながりは必ず裏切りで終わってしまうことを。私たち二つの種族は殺し合う運命なのです。私が離れる前にこの塔を破壊します。
それ以上近づかないでください。それから妙なことも考えないように。この口頭は私の願いを聞いてくれるようです。私が望めば私のために光と闇を切り替えてくれます。その気になれば私の目の前で瓦解もするでしょう。拳を握りしめる程度のたったそれだけの思いでこのビシャップを苦しめてきた建物を破壊できます。しかしどうしても心を鬼にすることができません。これはまさか。これって三匹の蛇が絡み合った首飾り？この首飾りは私が物心ついた時からずっと持っていたものです。なぜあなたが持つ二つのかけらとぴったり合うのでしょうか。そんなバカなことが一体何が言いたいのですか。まさか。おいら、さっぱり理解できないぞ。こっちはココミの首飾りで、そっちは大日神輿のもの。そして罪の首飾りは子供の頃から持ってたもので。私はビシャップと共に育ちました。そばにはこの首飾りと、それから書物の入った箱がいくつかあっただけ。ただそれのおかげで人間の言葉と文字を学ぶことができました。しばらくして塩化の宮には人間がいなくなりました。誰一人残らずに。つい最近まで人間との接点はありませんでした。書物に書かれた内容や意味を知ったのもつい最近のことです。罪。人間の書物に私には理解できない熟語がありました。しかし私は今になってそれを理解できたようです。人は生まれた場所に属し、獣は餌を得られる場所に属する。私はビシャップであり人間ではありません。だから私は帰るべき場所へ帰ります。大日神輿、もう私にとってはさまつなこと。いずれまた我々は必ず帰ってきます。スミ、言っちゃったな。最後、どうして急に考えを変えたんだろう。ああ、そうだな。この状況を予想してたから、ココミは首飾りをくれたのかもしれない。ひとまず、これで一件落着だ。戻ってココミに報告しようぜ。ひゅっ。
ってきたのですね。戻ってきた兵士たちからの事情は聞いています。あなたは罪という巫女と協力することで黒霧を消すことに成功した。ただ突如大日巫女に異変が起きた。そうですよね。ああ、大体そんな感じだな。でもそれからまた妙なことが起きたんだ。そのようなことが。ごめんな、ココミ。オイラたち、ココミからもらった首飾りを人にあげちゃったんだ。気にしないでください。前にも言いましたが、もう渡墨島にとって必要のないものですから。あれはもともと渡墨大御神が塩化の宮の役人を整理し、制度改革の際に使っていたものです。その3つの首飾りはそれぞれ大日神輿、三五宮の血脈、そして渡墨の見つかりに託されました。村人、官僚、紳士の三者が互いに監視し合うことを意図していたのでしょう。しかし現在、村人の子孫を除いて他の二勢力は廃れ、この首飾りも役割を失いました。さっき渡墨の見つかりって言ったけど、罪が渡墨神の使者だと思ってる兵士もいるみたいだぞ。トカゲも縦長の瞳孔を持ってるだろ。それでオイラたち全員勘違いしちゃったんだ。いえ、そうとも限りません。渡墨の見つかりは邪神の眷属であることを表すため、そのほとんどが半人半蛇の姿をしています。しかし進化の後期に入ると、渡墨の見つかりはその瞳以外、人間とウリ二つの姿になるのです。むしろビシャップマンや地中リザードマンというのは小説の中にしか出てこないただの設定です。三五宮の機密文書にもその実在を裏付ける記述はありません。え、だったら罪はビシャップじゃないのか。渡墨大御神が渡墨島を作るため力を使い果たした後、その力は次第に弱まりました。ですので渡墨の見つかりが誕生することはもうありません。最後に記録されている見つかりは、ビシャップと人間両者と交流ができ橋渡しとなることが期待された見つかりです。彼女は幼い頃、世話係の巫女と共に塩化の宮の境でビシャップに襲われ、それ以来行方が分からなくなったとされています。多くの人は彼女が亡くなったと考えています。ただ中にはビシャップたちに育てられているのではと思っている人もいるようです。見つかり一族は渡墨の民に恩があります。ビシャップと渡墨島の領土をめぐる争いがなくなった今、その人が帰るべき場所を見つけられることを心から祈るばかりです。それが罪の生い立ちだったのか。しかし決死サンゴの原理がそのようなものだったとは。私はサンゴの宮の荒人神の御子として焦土化に対抗する新たな手段を考えねばなりませんね。とはいえ、あなたのおかげで焦土化の問題はひとまず解決しました。これから数十年の間、渡墨島は平和が続くことでしょう。改めてあなたたちに心から感謝いたします。